ビートに身を任せたらさあ飛べ、ジャンジャンジャン、
っと涼しげな顔してるけど、やばいよやばいよジャパニーズ。1億2600万人の高校が変だよジャパニーズ。そんなジャパニーズの今と未来、このままでいいの？日本の DNA。 コンビニ渋滞きちんと整列、顔には出ても声には出さず、聞きすぎの内弁慶。電車内では奇妙なくらいに横一列でスマホ、
ノロノロ何ぬねのはさすがに言いにくいけど、アイドルがなめくじなめくじってどうなんでしょう。さあそこの滑舌が苦手なあなたも Let's try it。 夢にまで見てたアイドル、想像と違うアイドル、個性派ぞろいのグループ妥協はない。先手一岡名人2、6。
キノコ。後手高瀬名人3八タケノコ。取って取られて大熱戦。おっとここでお昼休憩。メニューはなんだ。一億名人やはりキノコです。高瀬名人は当然タケノコ。自分の心の中ちゃんと見つめ直してみてよ。嫌いなわけじゃない、ただ認めたくなかった。想いは揺るがぬけど受け入れよう。だけはない悲しむべきことだけど、だけど共に認め合いながら生きる道はあるはず。だって人間にはありがあるものわかる心。のこのこ休戦協定が結ばれた。しかし両者が完全に分かり合うことはないだろう。だが諸君、それが人間なのだ。それが生きるということなのだ。互いの違いを認め、互いの道を歩いていく。キノコよ永遠なれ、タケノコよ永遠なれ。
止めについて語ろう。地下鉄はキュートな響き、雨の森川海はクール。うちらどうする？日本語にする？数字入れちゃう？いただき語とか入れちゃう？頭の中妄想が暴走をさ、だから Please We need a name, we need a name、 名前が欲しいのよ。名前、それは愛おしい響き。名前、それは私たちの夢。さあ一緒に考えよう。でも逆に名前ないのも、それはそれで美味しくない？確かに逆にね。でもやっぱりに必要な量はなんと 100mg。 それはバナナ 6.25 本分。意外と少ないけど食べるには多い。ミリミリ私にエナジービタミン、ミリミリいつでも元気でいたいから、シーシーグリティエナジーキラリウシー、時間がいろいろ足りないよ、必要だ足りないよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ガーミー、ビタミン、ミー、フォー。ミー、ビタミン、ミー、ラー。ミー、ビタミン、ミー、ビタミン、ミー。ブーブーかけ、体育会系、ヤンキー委員長。同じ人なんていないでしょ。スケート意味ないことなどないのだよ。くずぶこ減り方、付き合う友達ついつい偏りがちだけど、勉強恋愛遊びやバイトもバランス大事に行くしかない。野菜にはたくさんのビタミンが含まれているよ。例えば人参にはビタミン A が、かぼちゃにはビタミン E が、私には可能性が詰まってるんだぜ。ミリミリもっともっと気分にビタミン、ミリミリ得意はバラバラ集まって、ミリミリミラクルシナジービタミン、ミリ意味ないことなどないのだよ。誰しも一人ではないのだよ。そこも全
ホームは地下 42.3m、 日本一深い地下鉄の駅として有名です。また2番線ホームは地下 32.8m、 上下2層構造になっています。私のことも深く愛してね。都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて、私が元気に住んだり宿に戻れるようになっても
女の子の恋のお話、略して恋バナの一石にお付き合いいただきます。時は令和元年の夏、どこにでもある駅のプラットホームに佇む女子高生3人組。ゆはね、今日こそあのメガネの男の子に告白するのよ。無理だって、私は彼がメガネをしてること以外何も知らないのよ。恋してるんでしょ。してる。恋を我慢するなんて青春の無駄遣い。無駄遣い。でもメガネ君に彼女いるかもしれないじゃん。恋
してるんでしょ。してる。ベベン、そこへライバル到来。やってきたのはお嬢様風なお嬢様二人組。ごきげんよう。島倉さん、お電車に間に合ったようですね。彼ったら今日もお眼鏡かけて、お遅刻しないでお電車に乗れたのかしら。彼？もしやこのお嬢様はメガネくんの？ああ、彼のお電車まだかしら。戦喪失、お嬢様にはかなわない。いや、この戦勝てる。何故？本当のお嬢様は満員電車になんか乗らないものよ。ああ。いや、メガネ電車来た。え？むむ、ライバル王子。は？乗り遅れるな、乗り込まうよ。うん。今日もすし詰め通学電車、されど辛くはないんです。いつもの車両のいつもの場所で、気になるあの子に会えるから。名前も知らぬメガネの男の子。同じ車両の同じ時間に、いつも見かける地味なビタンシー、シュッと決まった学ランに、メガネメガネの男の子。揺れる車内で教科書広げ、第一ボタンもしっかり止めてる。だけど寝癖はついたまま、メガネメガネの男の子。優しい顔した男の子、メガネメガネの男の子。お願いだから取ったってな、素顔が見たい。ガラスのベルの男の子、メガネメガネの男の子。急ブレーキ急に停車？満員電車だから先だってみんなプッシュ。ほんと窮屈だけど幸福。今日は目の前にメガネの男の子。胸に抱かれ息を潜め、どうかこのまま時を止まれ。だけど電車は動き出した。離れてくメガネの男の子。
村さん、いいのよ。なんて言うとでも思ったか。け、よく見たら大したことねえぜ。え、島倉さん、お下品になってる図ですわ。ほらね、やっぱり偽お嬢様でしょ。遅刻しなきゃよかった。何を見せつけてくれとね。おしい恋の物語の主役はおしい。私、私、うち、僕、私です。
すふりして遠回り好きって濃くてすっきりするつもりだったけどコーチの音で聞こえなかったのちょっとホッとしてたんだ72年品川駅とともに作られた日本で初めての鉄道駅です。いろいろあって現在の横浜駅は3代目。いつもどこかが工事中である様子から日本のサグラダファミリアと呼ぶ人もいるんだとか。いつか交番のあたりにさイルミネーションができるんだって。全然全然普通っぽい話し方でしょ。の場所に作り始めてから横浜駅が約100年間一度も完成したことはありません。時代に合わせてその姿も変化してきました。それってなんだか私みたい、私の気持ちみたいだな。工事の音で聞こえなかったのちょっとホッとしてたんだ。Love you, 君との歌、外回り。
ジオカマメ知識。高輪ゲートウェイ駅は山手線49年ぶりの新駅、2020年春に暫定開業を予定しています。駅名を決める際は賛否両論いろいろあったみたいだけど、どんな名前だって耳に馴染んでくるものよ。ラビーユー朝のラッシュ、ラビーユーやとしながわ、ラビーユー君を探す内回り。高輪ゲートウェイ駅ができる頃には私を彼女にしてね。目と目合うだけじゃ恋は見たのせい。高輪ゲートウェイ駅ができる頃には少し寄り道しようね。頑張ろうね、ラララに暮らしてた。
なな人間ブレスとは浅いくして
私はいいねよ、多すぎて見えない、指先一つであなたの元へ、めちゃくちゃバズった、ものすごく下手、誰からかなんて二の次なのね、こんなの気にするな、バカにしないで、私なしでは今が見えないの、もしも私のことをよく見えたなら、この世界は楽しくなりますか、悲しくて苦しくて辛そうなあなた、この世界に生きる仲間として、私と踊りなさい、私は未来よ、遠すぎて見えない、街に望まれたり絶望されたり、酔わせマウント、そんなことして
ゲルもくだらない、遊んでちゃすぐに追い抜くよ。泣いた昨日を道は未来に伸びている。綺麗に小さく窓
はない辛口な女だもんでも嘘も言わない褒めるとこは褒めるダメ私の後に引き継ぐべき使命どこだ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 アイデアも
が先輩時代の荒波越えてバニラポーラ、あなたが生きた頃から変わったものと変わらないもの、どっちが多いのかな。数えている前に眠くなる、hey! 夢それは目を開けてみるもの、うとうとしてたら見逃しちゃうぞ。人生は芸術だ、ムカついた時の6秒ルールをご存知？
6秒間それが本当にムカつくレベルなのか考えて、そうしてるうちに怒り聞いてますか？聞きなさいよ、やだムカつくー。